ジョセフ・コシンスキーはアメリカ合衆国の映画監督、脚本家で CGI やコンピュータグラフィックスの分野やアクション映画の制作で知られている。1982年に公開された映画トロンの続編である2010年公開の SF 映画トロン、レガシーで映画監督デビューを果たした。これまでの作品はヘイローさんの CM、スターリーナイトや 賞を受賞した、ギアズ・オブ・オーの CM、マッド・ワールドなど、主に CGI 関連のテレビ CM を手掛けてきた。コシンスキーは、フランス系カナダ人のパトリシアとポーランド系の医師、ジョエル・コシンスキーの息子として、ウィスコンシン州ミルウォーキーで生まれ、アイオワ州マーシャルタウンで育った。初のメジャー作品は、特殊効果を駆使した、トロン・レガシー。トロン・レガシーは、 ディズニーデジタル 3D と IMAX3D で2010年12月に公開された。2005年にカリフォルニア州ロサンゼルスに移住した後、映画の脚本を書き始め、それが最終的にラディカルコミックス社のオブリビオンというタイトルの未発表グラフィックノベルへと発展した。2010年8月、ウォルト・ディズニー・ピクチャーズが権利を取得した。 ウィリアム・モナフハンは映画化に際して、その脚本を手掛けた。2011年3月、カール・ゲージ・ジュセクが脚本を書き直すと報じられた。この映画を PG レーティングにしようとする試みが失敗に終わったことで、ディズニーは権利を放棄し、ユニバーサル・ピクチャーズが PG-13 レーティングに同意して、その権利を獲得した。1億2000万ドルの予算をかけた。 オブリビオンはトム・クルーズを主役に起用し2012年3月に撮影を始め、その後2013年4月に公開された。2015年始めにはトロン第3作の監督を務めることが決定していたが、同年5月にディズニーがこのプロジェクトを中止したことが発表された。2017年にはグラナイト・マウンテン・ホット・ショッツの実話を元にした。 オンリーザ・ブレイブを監督した。2017年6月、トップガンの続編、トップガン・マーベリックの監督を務めることが発表された。コシンスキーは、70年代の SF 映画、2300年未来への旅や、ブラックホールのリメイク、SF 映画、アークエンジェルズ、ホルトキャッチファイア制御不能な夢と野心の脚本家。 クリストファー・キャントウェルとクリストファー・シー・ロジャースによるタイトル未定のアクションスリラー、ザ・トワイ・ライト・ゾーンの映画化、ビデオゲームシリーズ、グランツーリスモの映画化など、いくつかの未製作のプロジェクトに取り組んでいる。コシンスキーは、スタンフォード大学工学部機械工学デザイン科を卒業後、コロンビア大学建築、計画、保存大学院の修士課程を修了し、現在は、 同大学に建築学の非常勤助教授として、席を残し、3D モデリングやグラフィックの分野で学生を支援している。2008年には、建築学を学んだこと、CM で技術的な限界に挑戦したこと、そして最終的に長編映画に進んだことについて、詳しく語っている。コロンビア大学建築大学院修士課程終了後、 映像クリエイターとして、ナイキやアップルなどの CM を手掛けたこともあった。ありがとうございます。